はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラポングです。今回リクエストでね、ゴッグゲームで、レッドゾーンに挑んでくれということなんで、今回バーサスジャネンバーやっていこうかなと思ってます。ちょうどね、7周年抜きやってなかったんで、ジャネンバーやっていこうかなと思ってます。左から1トツ、2トツ、1トツ、2時です。まあ守りながら、タイのご飯と技のご飯、それから速の悟空で初手守りとかね、しっかりやっていきながらやっていきたいね。やっていきながらやっていきたい、どういうこっちゃ。まあ、とりあえずやっていこう。さあ早速の鬼門です。まあまあ死ぬな、これはやばいな。復活狙いとかうんぬんの話じゃないな。だったらクソったれ、これでいかなあかんか。あ、悟空は打てないけど知らない、これでいきます。とりあえずここでアイテム使ってるようじゃダメなんで、アイテム使わないようにしてやっていきたい。35000、まあ食らうけど、まあここで何がまあ身勝手がいいかっていうと、ここ特殊なギミックがないんで回避とかいけるんですよね。だからそれはしっかりと狙っていきたいっていうのもまず一つある。で、あとはあのー、最後耐属性、まあなんだろうな、無限上昇とか悟空系譜はなんだかんだ回避無限上昇結構いるんで、しっかりとやっていくっていうのもあるし、あとはまあ最後耐属性なんで、誰だっけ、パンちゃんで回復とかね入れながらやっていきたいね。15万めっちゃ食らったんだけど、こう回避重要。ああ危ねえ、今のフリーズの間がめっちゃドキッとしたけど、まあいいや。何のフリーズやねんと思ったけど、そういえば追撃あったわ。よし、ナイス。あ、で簡単なキャラ紹介ですね、忘れてました。パンちゃんが 50% カットですね。はい、 55% カットだ。で回復持ってます。で最近極限 Z 覚醒した悟空4ですね。まあ一旦ディフェンスを超幅上昇と、必殺がアタック上昇で、超必殺技が両方超幅上昇、超幅上昇は 100% の倍率で上昇しますと。で元の倍率も結構高くて、ターン経過ごとにアタック上がっていきますという風な感じで、でなおかつアクションブレイク持ってるんですけど、敵は2体以上の時なんで、まあ、今回は発動できずっていう風な感じですね。はい、で、まあ超必殺技とか打ちやすい、中核率で反撃です。でこちらご飯ちゃん、悟空差がいるとね、ダメージカットつきますと 58% カットかな。はい、だからかなり便利、超必殺技でディフェンス上げることによってさらにカチカチになるという風な感じで、こちら、150% アップですね。ただまあ変身がついてるんですよね。 50% 以下で変身しちゃって超高回避がつくと、アタック 200% のディフェンスがちょっと下がりますという風な感じですけども、普通に強いです。で覚醒したターンがね、もう確定回避なんでかなり強い。でご飯ちゃん、無敵のご飯ちゃんですね、 140% アップに、50% のバフの、50% アタックディフェンス上昇が乗る必殺を持っていて、なおかつ全属性ガードなんで普通にバカみたいに強いです。こいつ全属性ガード自体に、ダメージカット若干入ってるんで強い、 0.5 倍になるのかな。でこちら、0.5 倍だっけ、忘れた、まあいいや、 0.5 になるんだっけ、 0.7 だっけ、まあいいや。こちら、身勝手ですね、150% アップの、まあ、超高回避です。回避すればするほど、気力上がるし、であといいことがねもう一個あって、こいつねあれなんですよ、速の身勝手、高火力出さなくていいや、あれなんですよ、あの復活が狙える。でそれが大体、あこれまあ無理だろうな、超打てんかったもんなこいつ。3回受けると、まあ、超が打てるよというふうな感じですね。てか、めっちゃ食らうんだけど、さっきから。やばいな、ここで苦戦するようじゃダメな気がする。いやー、こう、回復して、自利品の戦いになりそうな気がするけど、ここ、結構食らうかな。7万食らった。ここで火力取って次のステージ行くしかないね。次は地属性なんで、まあ回復ないわ、忘れた。どうだろうな、でもこれまずいんだよな、この並び、普通にマジ。
ちょっとアイテム使います。さすがに無理だわ、耐えられへん。だよね、あ撃てた、危ねえ。これでいきます。真ん中でめちゃくちゃ食らうから下手したらね、だからアイテム使ったっていうのがあります。さあ407万で、悟空砲同士の並びになっちゃうから、そうなってくると絶対4、何か4っていう風になるんで、それだったら4が戦闘で守れるキャラではないので、それだけは絶対に避けなきゃいけない。さあ484万です。はい、ドン。まあまあまあ、でも守れる、普通にアイテム使ったっていうのもあるから、それはいい。まあまあ、それでも守れるっていうのはでかい。で、ご飯ちゃん表に回します。回したいな、回せれんな、これだと。まあいっか。おー、こいつさっきからめちゃくちゃなんか攻撃的アグレッシブやね。まあ、ええんやけど、これでいこうか。とりあえず今はドッカン疑似上げることが先決だね。こいつ硬えな、やっぱり地属性1体しかいねえから余計硬く感じるわ。でなおかつ3周年とかいねえから余計に硬えの。さあディフェンス 50% 上昇ですね。回復連れてきて、回復連れてきて回復、あ、パンちゃんがいた、忘れてた、パンちゃん回復だったわ。よくないです。いや、次で倒したいね。次でなんとか倒さんとちょっときついわ。バチクソに食らったんだけど、どうしようこれ。きっちいな、きっちいな。いや、きついっすよ、めちゃくちゃきついっすよこれ、マジで。今もうここで値を上げたい、もううわマジでこれで勝てれんかったらどうしよう、マジで。 OK、 あと1本。あー、それじゃないんだけど、まあまあ検証、真ん中でどれぐらい守れるか検証したいっていうのもあるし、ナイス回避、ナイス回避。ここでどれぐらい守れるかちょっと見てみたいっていうのもあるもんな。そい、オッケーオッケー、ナイスナイス。これでパンちゃんでギリギリ倒せるんだったら全然いいや。倒せんかったらだいぶやべえけど。あ、倒した。いや、これだったら倒してほしくなかったな。さあ来ました、鬼。あ、うわ、甘え、キラマ買いやがって。とりあえず、いや、ここで撃ったら上がるんかな、どっかも。あ、まあいいや、ここで撃ったらあれかな、相手フィューリー上がるんかな。これ配列よくねえけど、まあいいや。まあこれでいこっか、せっかくだし。あー、アイテム使えばよかったな、まあいいか。あー、よかったよかった、使わんでいいわ。投げないで、ユリ属性でダメージカットあるんで大丈夫だと思うんだが。あ、それでも11万くらい、うー、だいぶやばいね。だいぶやばない？ここでの秘策ってなんだろう。次でアイテム使うことか。フューリー上げたくねえな。だからこう必殺打ちたくなかったんだけどな、ステータス上げる分にはちょっと打ってかな、まずいもんな。フューリー上がった後だときついもんな。さてどうするかな。また木玉変換か。
使うか、使おう。ここで減ましたら死ぬもんな。これでいきます。で、力の気玉残しておきたいね。力の気玉残して回復用として取っておきます。で、このターンで多分ね、フューリー溜まっちゃうんだよ、これの予想だと。てかめっちゃ勝ってんだけどこいつマジでどんだけカッチカチやんねん。勝ったーこいつマジで。さあ589万、倒せそうな気すんだけどな。てかいける気しかしねえ。あー怒ったー、やめて怒らんとってよ。パンちゃん来るから、パンちゃんアウト、あ、パンちゃんインご飯アウト、身勝手インパンちゃんアウトっていう順番でいきましょうか。じゃないと俺勝てる気がせん、こいつには。よけろ、ナイス、よし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 、いい感じ、いい感じに整ってきちゃう。怒り爆発ちゃい。さてこっからっすね。並びは悪くない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 。あ、そっか、キラマ変換するのか、めんどくせえなこいつ。マジックマジリンチョめんどくさい。さあアタック上がった状態でのカメハメハ。かてえな。うわどうする、アイフルーって感じっすね。これだっちを奪うというか、力降りてこい。オッケー、ナイス、これでいきます。頼む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 、戦闘で撃つ分には申し訳ない、申し分ない。とりあえず超撃って回復して、なんとか回復して、追撃追撃追撃頼む。あー、ないか、ないけど回復できた。なんとかスズメの涙程度だけど回復できました。はいはい、こっちの火力の戦士を避けるな。ちょっとこっちの火力成分避けやがって。必殺撃ってこんか、怖えな。いやー怖えっすねこれ。いや、いけるよいけるよいけるよ。ここでドッカンモード入っていったらいける。あとは相手が必殺技を打ってこないことを祈るだけや。 でもここでドッカンモード入らない俺死ぬと思うんだけど。これでいきます。あー、いらんか。まあまあいいや、もう回避は賭けですね。頼む、撃ってくるなよ。 OK ナイス。え、めっちゃ食らうんだけど。そい、ナイス。はああれだね、惜しいね、惜しいとこまで行ったけど、やっぱちょっと回復要因欲しいな。悟空系譜だけだったらちょっときついな、やっぱり。はい、ってことでね、ちょっとレベル落としてスラッグに行ってみましょう無理だ無理だ、俺には俺には無理なんだ、分かった。あのジャネンバっていうもう備蓄クソ野郎には俺勝てねえ待って、リンク何、臨戦態勢ね。 OK、 あー、ないか、臨戦態勢ないのかこいつ。サイヤ人の血ぐらいしかないな。サイヤ人の血か。いやーでも即と即組み合わせるの悪いしな。いや、それだったらこのまま行こう。
まあとりあえずこれでいってみよっか。どんなんだったっけスラック、あんま覚えてねえんだよな。難しかったっけ、なんかスラックそんなにだった気すんねんけど、どうやったっけ。まあいいか。スラックの映画懐かしいな、あの口笛の、うーやめてよ。ナイス、はいナイス、はいナイス、はいナイス。あの口笛のところが僕あんま好きじゃなかったな。どんなんか忘れたけど、最初のなんかご飯の滝の上で、滝のとこでね、ピッコロに向かって口笛を吹くんですけど、あれがあんま好きじゃなかったな。でその後あれでしょ、それが伏線になってピッコロが耳そぎ落として、ごはん今だ口笛を吹けみたいな感じでね、懐かしいね、覚えてるよちゃんと、その辺も踏まえて。これ戦闘やべえんで、戦闘とりあえず頑張ってくれ。であとはまあ適当にちょちょいのちょいで、で悟空4を基本的に回していく形になるのかな。無限上昇が多いからありがてー。でご飯が、え、あ、そっか、こいつ激ボスじゃねえのか。まあでもしゃあないわ、忘れてた。ザコは激ボスじゃないんだった。かー、やべ死ぬ。ご飯ちゃん助けて。そうだ忘れてたわ、部下はね激ボスじゃないんだよね確か、そんなんあったわ。いやきつちょっとやり直させてくんねえかな今さらかいって。とりあえず倒すしかねえもんな、もう頑張って倒してくれ。とりあえず無限上昇はしっかり上昇させて、3戦目の手前で交代したいね。だから悟空4を固定にしたい。確かにこっちね、まあ合体戦士とかいないですよ。いなくてもちゃんと回復できるキャラいるから大丈夫。こっちにはねご飯ちゃんっていうね回復キャラがいるから、ただあとは上昇系がしっかり上昇できるかどうかなんだよな。そい、いけないっす。あ、上昇は回復はできるね。負けないぞ。ちょっと回復できたか。これでいきます。速度押し並べるのはちょっとあんまり美味しくないんで、でしかもあれ次スラックが出てくるんで、激ボスなんで、それはゴッドがぶっ刺さるかなと思います。次行きます。さあ耐属性ですね、耐スラ。あーアクティブ打ちて打つか。なんちゅう顔してんねん。どうしようかな、これアイテム使わんでも大丈夫だと思う。まあ大丈夫だと思いたいね。ごめん大丈夫じゃないかも。レザーマンめっちゃ食らった、せっかく回復したのに。まあええけど、よくないわよくないわ、ええけど言うてよくないわ。オッケーオッケー、でも柔らかいねやっぱり。
やっぱりレッドゾーンは後半になればなるほどね、あの硬いわけですよ。あのジャネンバもしっかりね。オッケーオッケー、よしよし、さあ6周年やっておしまいなさい。かっけえな、6周年もやっぱかっけえわ。強いしね、火力がとことん強い。あと復活っていうのもやっぱり6周年しかない。7周年はまあ確かに強いよ、でも復活っていうスキルは6周年しかいないからかなり強い。あとあれだけどね、ご飯トランクスあるけど、それは抜きにしようぜ。さすがにちょっと、これでいこうか。ここは何が来ても守れます。もうもはや大丈夫。ああ無理、もう大丈夫大丈夫。なんなんそれ。こうやって撃つんだ。ね、激ボス相手だと 77% カットつくんですよ。あと純粋サイヤ人、このダメージカットに関してはまあまあまあ極限Z覚醒前からありました。でもそれに加えてもともとこう、それに加えて高ステータスなバフがついたのでかなり強くなったっていう風な感じですね。はい、お待ちかねの力属性ですね、巨大化ですね。はい、ぶっ潰しましょう。そのためにこっちは属性を揃えてきた。ちょっと戦闘頑張って、戦闘無理だわ。これとアクティブ打てばよかったのに。まあいいや、これでいこう。すげえ変な声が出た。つい、はい、ナイス。まああとスラック、そうだね、今更だけどスラックやる理由なんですけど、確かこの間ターレスとかやったなと思って、それだったらスラックにしようと思って。うわやめてよそれ、ペロ吐くな。あーそれでもでも7番食らうんだ、結構やべえな。いやスラックあんまやる機会なかったからね、まあこれを機にやろうと思って、まあ、今更ながらの説明ですけど。回復を挟んでくるんであれば普通に打ちましょう。で真ん中打ちっていう風な感じだと仮定してこれでいきます。まあ何が来ようとも守れるような配置ですね。これめちゃくちゃいい配置だと思う。ここでの一点集中型ってすげえありがたいわ。ただ回復が嫌やな。はいどうぞ。そういえば俺さっきウィス使ったよな多分。使ったはず、使ってるな。さあ恐怖の2連発。手加減はいらない、今度の俺はちょっと強いぞ。はい、二発目。スラック涙目や。これ、ほんまに涙目やと思う。はい、OK。今回悟空系譜でねレッドゾーン挑まさせてもらいました。まああのジャネンバーはちょっと無理やったんですけど、もうね最後に至っては完全なる出落ち感っていうのをマジでもう心がくじきそうだったけど、まあスラックはいけましたね。こんな感じでいけました。まあ悟空4とベジータ4が極限 Z 覚醒したことによって、まあ倍率も上がったことによってだいたい HP60 万超えるようになりましたね。で回避向こうのステージだったらやっぱり結構厳しいけど、回避ありのステージだったらなんだかんだまあいけそうな気はせんでもないけど、やっぱりジャネンバは無理でした。
あれゴッド入れるの忘れてたっていうのもあるし、ゴッド入れずによくあそこまで行ったなと俺思ったもん。であとゴッド入れた時に限って初手で必殺打って身勝手を削にワンパン KO っていうのがかなりきつかったな。精神的に病むかと思ったわ。はい、てな感じでね、まあもしもスラック挑むんだったらこのパーティーがいいかなと思うんで、皆さんぜひ参考にしてみてください。てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。